ジョン・シンガー・サージェントは19世紀後半から20世紀前半のアメリカの画家。フランスで美術教育を受け、主にロンドンとパリで活動した。上流者公会の人々を描いた優雅な肖像画で知られる。彼の写真。1903年サージェントは1856年アメリカ人医師の子としてイタリアのフィレンツェに生まれ少年時代を イタリアで過ごしている。12歳の1868年から1869年にかけてローマでドイツ系アメリカ人のカール・ベルシュという画家のアトリエに通い絵を学んだ。1870年には故郷のフィレンツェに戻りアカデミアデッテベルレアルテに通っている。1874年18歳の時にはパリに出てカロリス・デュランに支持するとともに エコールでボザールにも通っている。こうしてアカデミックな美術教育を受けた彼は1877年からサロンドパリに出品するようになる。1874年から79年までデュランの元で修行した後イタリア、スペインを旅行。この間特にベラスケスの影響を受ける。マダム X の肖像百八十四年メトロポリタン美術館サージェントは 1884年、パリのサロンに出品した、マダム X の肖像という肖像画によって、スキャンダルに巻き込まれることとなる。この肖像画は、当初、夫人の肖像という題名で発表されたものだが、明らかに当時の実在の女性である、ゴートロー夫人を描いたものであるとみなされた。この絵は人妻を描いたものとしてはあまりにも、官能的でありひんがないとして、 当時の批評家から非難されたのである。サージェントが翌1885年パリを離れてロンドンに今日構えたのはこの絵をめぐるスキャンダルから逃げるためであったと言われる。ロンドンに落ち着いた彼は同地でも肖像画家としての地方を固めた。ロンドンのロイヤルアカデミーにはすでに1882年から出品しており、1897年には 同アカデミー制会員となっている。この間、1891年には、ボストン公共図書館の壁画制作を開始するなど、父の祖国アメリカの文化にも貢献している。また、1887年には、パリー近郊のジベルニーで制作していた、印象派の巨匠オモネを訪問している。サージェントは1905年頃からほぼ毎年アメリカを、 訪問しており、1916年には、ボストン美術館のロトンダの天井画製作を移植されている。彼は、古代ギリシャ神話、ローマ神話から層を得た天井画のほか、装飾レリーフのデザイン、ロトンダの空間全体の設計を担当し、1925年の死の直前まで製作に関わっている。肖像画家として知られるサージェントだが、1907年頃からは、 肖像画の注文を断り、以後の晩年は水彩の風景画を主に制作している。1925年、ロンドンで没した。カーネーション、リリー、リリー、ローズ。ありがとうございます。